皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクール、ギター科講師の滝沢でございます。今回の動画は、イパネマの娘はどういうふうに弾いたらいいのかな、ふふふふふっていう解説をさせていただいておりまして、4本の動画中、2本目の動画でございます。で、この2本目の動画では、A セクションの説明をさせていただこうかなと思うんですけれども、よければメモとか書くものをですね、用意していただけると、良いかなと思います。全部で5個のコードを使うのですが、いかんせんコードが覚えづらいので、できればメモとかあると良いかなという感じです。それでは早速やってみましょう。こんなパートですね。最初は Fm7 ですから始まるパートなんですが。まずコードがですね、人差し指が6弦の1フレット。で、5弦は使わない。薬指が4弦の2フレット。小指が3弦の2フレット。中指が1弦の2フレットという感じです。で、親指で6弦を弾いて、その後にこの3本の指、薬指で2弦、中指で3弦、人差し指で4弦を同時に弾きまして、で、リズムはなんちゃってボサノバギターの動画でやったとおり、ドン、チャン、ドン、チャンからスタート。で、これが2セット。ドーマテンガニャンガラブイ。2小節やったら、その次 G13。G7 の 13th ですね。メモを取るときに覚えておくと便利なのが数字の書き方です。6弦から今の Fm7 の書き方をやるとすると、1×2×2×1×。こんな感じでメモしていくと良いかなと思います。そうすると、ね、6弦は1フレットだな。あ、5弦は使わないんだな。3弦、4弦、4弦が。3弦、4弦、あ、こんな感じだなと、ほんやんやんとメモできるかと思います。で、先に書いちゃうと、次のコードはこんな感じです。6弦が中指で、中指、人差し指でもいいです。どっちでもいいです。僕の場合は中指でやっちゃいます。6弦の3フレット。で、人差し指で4弦の3フレット。薬指で3弦の4フレット。最後に小指で2弦の5フレット。これが2つ目のコードです。で、その次の3つ目のコードは、小指だけずらします。ここですね。小指だけ1個向こうに行きます。こんな感じ。で、その次のコード。こんな感じです。3-3-3-3。押さえ方が何通りかありまして、4本の指を使っていっぺんにバーッてやっちゃうタイプ。で、中指で6弦を押さえて、人差し指でまとめて押さえちゃうタイプ。もしくは薬指で押さえちゃうタイプ。もしくは親指でルートを押さえて、人差し指で押さえちゃうタイプ。こんな感じでしょうか。このバリエーションの中のどれを使わなきゃいけないということはないので、お好きな音種を見つけていただければという感じです。で、たまにいらっしゃるんですけれども、人差し指で全部制覇しちゃう人。これだと5弦のミュートができなくなってしまうので、できれば避けたいです。人差し指制覇はなしで。4本指か、それともこの組み合わせか、これか、それともこれか、のどれかです。僕は多分、人差し指制覇でやっていると思うんですけれども、ちょっと無意識のうちにやっているので、どれかわかりませんが、多分これだと思います。で、最後のコード。こんな感じです。多分これが一番難しいです。中指で6弦の2フレット。で、4弦の2フレットを薬指。薬指で4弦の2フレット。小指で3弦の3フレット。人差し指で2弦の1フレット。という感じです。これは Gb7fb ですね。Gb7fb。一応、よければ、別にコードでは全く覚えなくてもいいんですけれども、興味がありましたらコードでも覚えてみてください。最初は Fm7th で G7 の 13th。で、その次 G7th の flat13th。で、その次が Gm7。で、その次が Gb7 の flat5。という感じです。で、これを2小節、2小節、
1小節、1小節、1小節。で、最後にもう1回 F メジャーセブンスと G フラットセブンスを持ってくる感じです。ちょっとやってみますと、こんな感じ。まず2小節。F メジャーセブンス。で、その次 G13。で、小指をずらして1小節。あ、嘘つきましたね。最初の F だけかな、2小節は。2小節やって、で、サーティンスに行って、フラットサーティンス。マイナーセブンス。で、G フラット。で、F メジャーセブンスに戻って、最後に G フラットを持ってくると。順番としては、こう行って、で、最後にこう、こうという感じでしょうか。もう一回やってみます。F メジャーセブンスから。こんな感じです。で、今ので8小節やったと思うんですけれども、その8小節をもう1回持ってきて A セクション完成です。で、一番最後、なんていうんですかね、一番最後、この G フラットセブンスだったじゃないですか。その一番最後の G フラットセブンスを F メジャーセブンスにすれば、いよいよ完成って感じですかね。その8小節を2個、ボン、ボンと持ってきて、一番最後の G フラットを F メジャーセブンスに変えるという感じです。なので、F メジャーセブンスが2小節という感じですね。何かわかりますでしょうか。とりあえず、まあ、運指を覚えるのが先だと思うので、まずこのコードを覚えていただけると嬉しいですね。それぞれリズムつけなくてもいいので、まずこう弾いて、その次こういって、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 おぉ、できたっていうふうに練習していただけると良いかなと。で、ドンチャン、ドチャンのリズムに合わせて、ドンチャン。こんな感じでやってみてください。それでは、最後に、一通り A セクションを弾いてみたいと思います。F メジャー7からスタート。ワン、ツー、スリー、フォー、トーテン、ヤンガー、チャン、ピッチャン、サーティンス、マイナー7、フラット7。で、2周目、F メジャー7。F メジャーセブンスを2小節。これで A セクションが完成でございます。なんとなくできましたでしょうか。とりあえずコードフォーム、覚えるコードフォームとしては5つ。決してそんなに多くは多いか、多いですね。5つも覚えなきゃいけないのかって感じですね。そうですね、多いです。5つも覚えなきゃダメです。しかもそれぞれのコードが地味にむずいっていうね。とりあえずここまでうまくできたら、もしくはなんとなく手順を把握したら、次の動画に進んで B セクションの方に突入をしてみてください。なんかよくわからないところが多々あるぜという方は、もう一回ビデオをですね、そのわからないところに巻き戻したりとかして、確認をしていただければという感じです。それではまあそんな感じでしょうか。メモの重要性を感じていただけたところで、じゃあその次の動画に行ってみたいなと思います。うまくできましたら、次の動画へどうぞ。いやー。Thank you.